どうも大将です。今日はね、デュアーズホワイトラベルちょっと買ってきたんで飲んでいきます。デュアーズホワイトラベル、なんか昔飲んだことあるような気がするんですけどね、なんか記憶がないんでちょっと買ってきたんですけど、なんか山屋さんで買ってきたんですけど、よくねこういうね、今ね父の日の売れ残りみたいなのが結構あるんで、これはなんかあのスプーンがついてますけど、こんな感じのスプーンが、別のスプーン欲しかったわけじゃないですけどね、なんかお得感あったんでなんとなく買ってみたっていう、そんな感じで、こんなねグラス付きのやつとかもあるんでね、よかったら買ってみてください。なんか中にね、こんなレシピブックみたいなのもね書いてたんでね、デュアーズで風味をつけたりするらしいんで、もしあったらね、ちょっと料理好きな人やってみてください。僕そんなにねしないんで、また奥さんが作ってくれたらちょっと食べてみようと思います。でね、デュアーズがね、なんかこの箱にねいろいろ書いてあるんですけど、こっちはね何にも書いてないですね、ほとんど。ハイボール最適ですとか書いてますね。デュアーズからねハイボールが広がったらしいですね。今や世界的に有名なハイボール、有名にカクテルとなったハイボール、その起源は1891年のニューヨーク、創業家の一人であるトミー・デュアーがスコッチ飲みにサロンに行った時、そこで出されたグラスが低かったのを見て一言、もっと背の高いグラスでハイボールと注文したのがきっかけだと言われてますらしいですね。ハイボールをデュアーズがから生まれた説、手間を惜しまないダブルエイジ製法による滑らかな味わい、デュアーズはマリッジや紅熟とも言われる昔ながらのダブルエイジ製法を採用しています。熟成されたモルトウイスキーとグレーンウイスキーをブレンドした後にオークダルに入れ、もう一度数ヶ月熟成させることによりさらなる滑らかな味わいと余韻の長さが生み出されます。ここに混ぜ、熟成して混ぜてもう一回熟成し直すみたい なんかそんなん書いてあるんですね。ちょっと開けていきます。スクリューキャップですね。まあいくらでしたかね、1000円ぐらいですかね、デュアーズ1200円ぐらいだった、ちょっと記憶ないですね、1000円切るぐらいだったんですかね、税込み1200円ぐらいだったかな。ボトルねかっこいいですね、背の高いシンプルな感じで、なんかスコッチって割とこういう感じのね、背の高い系のウイスキーが多いですけど、日本のやつはね結構山崎とかみたいな背が低くてもうちょっと太いっていうかね、ああいうボトルが多いですね。なんか スコッチのねこの背の高いやつかっこいいんですけど、あの家にね並べるときにねちょっとね棚によってはね高さが足りないやつがあるんで置き場にちょっと苦労するなっていうのがありますね。ウイスキーがアルコール分40度、内容量 700ml、 原産国名スコットランド、原材料名モルトとグレーン、輸入者および取引先住所は、バカルディジャパン株式会社、デュアーズホワイトラベルは40種類もの原酒を絶妙なバランスでブレンド、スムースな味わいはハイボールに最適です。ハイボールなんか結構してますよね、 CM とかやってますよね。ちょっと飲んでいきます。色はねちょっと薄めの琥珀色ですね。じゃあねちょっといただきます。甘くてね結構美味しいですね、ストレート、だいぶね蜂蜜みたいな甘さがあって、ちょっとねある熟成年数だいぶ多分短いんでだいぶアルコール感ありますけど、ビリビリしますけどね、
甘いですね、基本は。バニラとか蜂蜜とかそんな感じの香りと味はいいですよね。なんか気持ち後味ピートありますね。ストレートでちょっとありますけど、ハイボールとかすると結構来るかもしれないですね。余韻はね全然ないですね。まあスモーキーな感じのピートの感じが後味残りますけどね。そんなになんかこう香りとか味はがね余韻が続くような感じじゃないですね。あっさりしてますね、後味。ねここ見えます、ハイボール、ハイボールの作り方って感じです。1:4、ウイスキーを入れてデュアーズ注いで炭酸を注ぎ軽く混ぜれば OK。 ちょっとハイボールいきます。ちょっとねなんかビール用のグラスなんですけどね、ちょうどいいのがあったんで、ね、ハイボール作ってみました。じゃあねデュアーズホワイトラベルハイボールいただきます。まあ、だいぶ香りね、甘さはもう消えましたけど、うん、ああ美味しいですね。すっきりして甘みはねないっすね。ほとんどでピートもねそんなにきつくないんで、まあウイスキー初心者にねスコッチのあのスモーキーな感じがね嫌いっていう人はねこれぐらいから入るとそんなにきつくなくてね飲みやすいかなと。ビールみたいな感じですね。うん、後味ちょっと蜂蜜感あって、そこから少しピートがあるって感じですね。ちょっとこれも、ちょっと濃いめでいただきます。濃いめに作ると苦いっすね。やっぱこの1対4とかにすると、うん、ちょうどねピートのバランスとかね、ちょっとウイスキー濃いめになるとに苦みが結構出るんで、1対4とかね、これ、ここに書いてある通りねバランスがねいいんじゃないかなと思います。ちょっと炭酸足しますね、めちゃくちゃ苦いっすね。今なんかもう結構濃くなったんでロックみたいな感じになってますね。結構ねウイスキーはねあのロックにするとねめちゃくちゃ苦くなるやつがあるんで、バランス難しいですね、ハイボールとロックのね。うまいっすね、やっぱりデュアーズ。CM でね、やっぱりハイボール押してて、このラベルの裏にもね、スムースな味わいはハイボールに最適ですって書いてますね。うん。ハイボールがね、いいんじゃないですかね。そんなね、スモーキーじゃないんで、ジョニーウォーカーとかぐらいよりまだあっさりしてますね。食事中にね、全然、合わせれるんじゃないかなと。全然甘さはそんなにもう冷やすとないんで、普通に、なんですかね、どういうのがいいですか、揚げ物とかああいうのなんですかね、合うかなと思って、まあ、結構おすすめですね。1000円ぐらいだったと思うんですけど、ちょっと値段忘れましたけど、値段出しておきます。します。ちょっとね甘い、ストレート飲むとねちょっと甘い香りとかあるんですけど、もうハイボールにすると、後味ちょっと
ピーティーですかね、スモーキーな感じですっきりして飲めるんで、もう食中酒に普通に飲める、で値段も安いっていうんでハイボールおすすめですね。またね、なんかいろいろあったですね、デュアーズもね、いろいろあるんでね、また飲み比べとかしたいんですけどね、あのなんか休み中に買ったウイスキーがねいっぱいあるんでね、ちょっとずつ動画作ってるんで、また飲み比べできたらデュアーズの他の種類もちょっと買ってやっていこうと思います。でまたね、ウイスキー動画やりますので、また見てください。また次回、バイバイ。